こいつも7000してるな。ここら辺も7000してるね。こいつもだ。ね。来ないよ、これ。ちょっとペン。よいしょ。これはさすがに来ないだろうな。未処理バツバツ未処理バツ、ここに書いてある7000以上は馬券なし、ね、前走からの乗り換わり、これはあんま気にしなくていいな。前走5着以下、懐かしい、うん、そういうデータ私も昔よく見てたなと思って、うん、でどうしたの？見るだけ見て、うん、結局は買い方変わらない。あ、そう。これで結構絞れるよ。え、どうなの？当たる気がするの明日は。いや、ちょっとわかんない。だって言うてこの前も俺だってあれだよ、あれなんだっけ、ビクトリアマイルか、うん、全部で多分6万ぐらい買ってるよ。えで払い戻し12万だからね。え、どういうこと？だ、買ってるけど、うん、6万ぐらい買ってるよってこと、めっちゃ買ってるよってこと、うん、ダメじゃん。え、でも12万返ってきてるからいいじゃん。返ってきたからいいけど、だから今回もこのデータで行くならもう絞れるよねって。5着以下って5着、この間も競馬8終わったの？当たり前じゃん、俺8しか見ないよ。あ、そうなんだ。うん、18歳の新聞配達員の時から8しか見てないから。あ、でもあれ中日スポーツとかいろいろそういうのは見てたけど、新聞屋だったから無限にあるから。もうほら 1,2,3,4,5,6,7 ほら7頭ボックスね、いや、ちょっと見せて、見えないんだよね。7等ボックス1,3,5,6,9,15,18。え、ちょっとやばいんだけど。あ、でもピンハイはね、ピンハイはどうだろうな。でもピンハイでもすごい伸びる馬だからね、買っといた方がいいな。なんで嫌なの？何何何何？チェック。だって買ってほしくないところに罰がついてないから被るってことでしょ。だから言ったじゃん、俺明日は被るよって。すごい嫌だ。なんで？全然楽しくない。なんでいいじゃん。一緒に当たってやったねってなればいいじゃん。僕の桜花賞で4番人気以内4着以内だと連帯率 50% だって。何やってんの？関東馬なら連帯率 100% だって。前走2番人気で桜花賞4着のサークルオブライフは関東馬で本命。でもサークルオブライフみんな丸してるからな。ねえ、もうよく分かんなくなってきた。デムーロだから勝ちそうなんだよね。オークス大好きじゃん、デムーロ。ルメール、ルメール、ん、デムール、デムール。あ、ほら書いてあるよ。そうそう、松山、ルメール、ルメールなんだっけ、5年か。そう、デムール、松山、デムール、ルメール、ルメール。そうそうなの。だったら松山じゃない？何乗ってる？松山いないじゃん。受けること言うね、マジで。やば。いや、もういつもいると思ってるから、やっぱり私は、うん、いないんだ。じゃあ誰か新しい人出てくるよ、きっと。なんで新しい人？シュウちゃん無理でしょ。なんで？ラッキーライラックでぶっ飛ばしてんだよ、シュウちゃん。アーモンドアイに負けて。
いつまで撮るこれ。いやいや俺頼んでないし俺頼んでないし。おっとよ。あ、そうだ、あと馬体重、馬体重、馬体重がね、でかすぎるのはダメなんだよ。あ、これ軽すぎるからダメ。でも結局ヒーマだからさ、もう分かんないって。これ×、はい、女の子もう気分次第だもん、その日はもう結局ちょっと今日やだなって。サークルオブライフもやっぱダメだ、俺×だ。サークルオブライフデブだからダメ。あ、今日はちょっと本気出しとこうかなとか、今日ちょっとやっぱやめたとかになっちゃうじゃん。マジでサークルオブライフマジデブだからダメ。絶対痩せることない。もうほら、後藤ボクサー1、2、3、4、5。やめて。じゃあそれも消して。何消してって。アートハウスも消して。いや、アートハウス消さないよ。アートハウスでもこっからでも10キロ増しぐらいになってたら消すわ。消して。だから明日の体重次第、体重次第。消して、やめて。あ、でもここ適正と人気しかないな。旧車入ってないな。ちょっとかぶんないで、かぶんないでお願いだから。やっぱ本命は多分ね、俺ね9番のね福永。あ、いいじゃん。あべ